栄冠ナインクロスロード。栄冠クロス 0.5 周年続報。期間限定ロード。世界の栄冠が実装。イエーイ。つまり今までの匂わせは全部これの伏線だったんだな。そう来るのかって監督は言っていたわ。期間限定新モードとはなかなか驚きなんだぜ。開催期間は6月5日までの約3ヶ月よ。アップでは6週間ごとに行われるのでアップで2回分ってことだな。期間限定ロードが複数あるのかも楽しみになるわね。それじゃあ公式 X の PV の続きを見ていくんだぜ。開放条件はノーマルクラスからね。これは事前情報通りだな。ルーキークラスで評判をマックスまで上げるんだぜ。開催期間中はこうやってどっちをやるかを選ぶ感じね。栄冠9の成長版と世界の栄冠の成長版は完全に別なのかどうかとか気になるところはいくつかあるな。左は強い選手を育てる環境づくり、右はその環境で世界を目指す、そんな感じもありえるわね。留学生は2人までみたいだな。各学年2人までなのか、全体で2人までなのか。毎年スカウトがあるんだからさすがに各学年じゃないか。それよりこの経験値ボーナスは成長版と関係してるのかな。あとこの椿くんなんか光ってるけどこれ何？静止画だとわかりにくいけど PV では天性選手みたいなキラキラがついてるのよね。天才肌が光るようになりましたとかなのかもしれないな。留学生は専用の特殊アイコン持ち。これも先日情報が出てたやつだぜ。イタリアは回復系強化かしら。韓国はやる気アップ系かもな。アメリカの効果はこんな感じよ。練習効果も体力消費もアップ。これは使い方が難しいやつ。そしてスカウト画面ね。以前出された画像と同じやつだぜ。アメリカの選手がこんな感じよ。スクロールするとこんな感じ。はっきりとしたことは言えないんだが、多分能力高めに出てる気がするぜ。そうなの？国内スカウトで一芸を探した場合、こんなにピンクあることないぜ。うちの監督はこの手のデータ持ってるわよね。PV で見える範囲でピンク5人。8分の5がピンク持ちのケースは、260人分でいいとこ取り1箇所。候補選手を260人分並べたとして、8分の5がピンクになるところが1回しか出てこないってことだぜ。なくはないけどものすごい上振れってことね。そんな低確率の可能性よりも国内選手より優秀説を推すぜ。二つの留学生枠が熱いわね。熱いぜ。これが成長版ね。期間限定だけに、素材は多分世界の栄冠で手に入るんだろう。通常の成長版も埋める。限定の成長版も埋める。両方やらなくちゃならないってのが監督の辛いところだな。はいはい、そんなことより成長版よ。そうだな。とりあえずランクを上げるといいのはわかる。マスが国と関係しているのは、留学生の卒業時能力に応じて素材がもらえるってことかしら？通常成長版と同じ感じだな。あと気になるのが、このマスと、このマスだぜ。代表監督としての選手選考に関わる部分みたいね。自チーム代表プラス1。これは自分が選べる選手の上限なのかと思ったんだが、そうするとこの日本代表プラス4人、ってなんだとなる。ベースは決まってる中から監督が決めれる範囲が広がるって感じかしら？実際にやってみれば多分めっちゃシンプルなことなんだろうけどな。そして U18 代表戦よ。大会形式はよくわからないが、予選と本戦があるのは間違いなさそう。実際のU18ベースボールワールドカップでは、6チームずつで A と B に分かれてオープニングラウンド、上位3チームが勝ち上がり、勝ち上がった6チームでスーパーラウンド、上位2チームで決勝戦、という開催概要になっているわ。栄冠クロス的には試合数多すぎるな。この6カ国に日本を加えた7チームでリーグ戦、上位2チームで決勝戦、とかの方がしっくりくるんだぜ。開催時期は甲子園終了後から秋の県大会の間、現実と揃えるならこうなるわね。自分が育てた留学生が母国の代表として立ちはだかる。熱いわね。熱いぜ。楽しみね。楽しみだぜ。そんな栄冠クロス 0.5 周年も後なのかほどよ。締めの挨拶は監督にお願いするんだぜ。それでは
チャンネル登録と高評価よろしければお願いします。またねー。